ナンバーワンにならなくてもいい、もっともっと特別なオンリーワン。いやまあ早速なんですけれどもね、はいはい、メッセージ性のある漫才がしたいなと思って。ほう、メッセージ性のある音楽と漫才混ぜたら面白くなるんじゃないかな。あ、面白そうですね。ちなみにですけど、好きな歌とかありますか？じゃあ、出前戦車世界にかけた花とか。あ、いいですね。じゃあちょっと言ってみましょうか。はい、私ね、それに文房具混ぜたら面白いんじゃないか。あ、深いね。意味がわからないの。じゃあ調合しましょう。スケルトで世界に一つだけの文房具。意味わからない、意味わからない。クロペン先輩、クロペンさんらしいですけど、はい、クロペンさんです。まあ、あの女とは別れないもんな。あ、職員、どういう状況でしょうね。あれは敵の女、敵の女、危ないですよ、分かってます。お前みたいなのがこれからみたいになってくる。期待の新鮮ですね。女の代わりくらいいくらでもおれよ。しっかりしろ。待ち、なんか参りました。ああ、まったく嫌になっちゃう。なんかお姉さん来たよ。いつも使い方雑なんだから。何このお姉さん。修正ペン、修正ペン、修正ペン、お姉さん。あんたがいつも雑だから私の仕事出るんじゃない。そうかっかすんな。お前がいてくれるから俺たちボールペンを堂々と仕事できる。男前っすね。本当にそう思ってるの。証拠が欲しい。今晩あげる。いや、当たるてえな。おい、あんたがどうしてもって言うからあげとかないでない。なんだこのテンプレで素直に直さないよ。なんだこれ出てきたやつ。ケシコ、ケシコ、消しゴム。あんた好きな男の前だとその態度変わんないわね。あんた、カバーくらいかけてもらえなさい。今、まっぱこいつ。もう慣れたわ。露出狂やん、こいつ。もっと待って。ケシコさん。誰こいつ。まったく、お二人しましたよ。二人目ガッキャニー選ぶんだろ。いや、詐欺や。詐欺目なんか見たことあると思う。4人目何やこれ。あら、鉛筆ブラザーズじゃない。鉛筆ブラザーズ、一人俺とんのかこれ。僕たち鉛筆と消し組むはきっとも切れない関係じゃないですか。間違いない。あなたとの関係なんか印象にないわ。一応薄いってことですかね。薄いって言っても、そして昔の思い出消し去ってしまって、足がキャンバスのよう。馬ないな、おい。薄いのは文字だけにしてちょうだい。あ、こいつあれですね。でも僕らは誰より硬いよ。いや、芯がって言うよ、お前。名前だけじゃなくて考え方もエッチな。いや、言うたらあかんやん、それ。それぐらいにしておけ。なんか来た。シャーペンさん、シャーペンさん、おさか。ところで、ビツ君、ここの土地の権利はどうなっている。問題ありません。どういう関係これ。権利者はそこにあります。ということだ。貧困観光が聞こえれば一番に飛び出すのは俺たちだ。それゆえ一番近くにいなければならないあの空の割れ目のな。ファスナータイプかな、これ。プロペンと三色ペンだったかな。あまり俺らを怒らせる。あんま凄みないな、これ。鉛筆、お前からも何か言ってるよ。あまり俺らを怒らせる。それはさっきは確か言った。だがそんなところが好きだ。コンボ開けとけ。いや、あかんあかんあかん。いや、ダメやろそれは。お父さん。お父さん。サシコ。サシコ。スタンプ、スタンプ、スタンプ。なんだ、誰。私の娘の物差し。いや、抜けろや、腹立つな。いや、恋愛関係分かるよ、あるんやろな。あ、分からんけどさ。親子関係はさすがにおかしない。おかしいか、おかしくないかは。さっきから馬ないってお前。お父さん、今の何聞いていたのか。お前、続けんのかよ。マジ。あ、私は本物だ。何ちゅうカメかって。きしょ。え、父さん、悲しい。言われるやろ、きしょ。騒しいな。また来たよ、なんか新しいの。万年筆。万年筆、人気のおっさんや。わしらの年、親子喧嘩か。見苦しいところを見せてしまったね。何この関係。まあ、や、シャンペン。そろそろ、シャンペン。決着つけよう。あ、やばいやばい。うちとしてはいつも構わないよ。放送やん。うじゃ、明日の放課後。どうだろう。我々も行こうか。え、何もできない俺だけ残されましたね。どないしますこれ。あ、それ漫談しましょうか。最近僕ね、そんなところに三色ペンなしです。サシコ、サシコ、やっと二人きり。敵の女やこれ。それにしてもびっくりしたわ。実の父親がホモだったなんて。それは僕。あなた大好き。あなた、インクが切れかけじゃない。お前としたんだよ。いやよ、あなたを失ったらこの先私はどうして生きてないの。サシコ、僕はこの上に3倍も一緒にいられた。サシコペンやもんね。それだけにしなくてよ。あなた、サシコペン。えい、ストップ。客止めろ、客止めろ。え、結局何が言いたかったお前ら。ペンの香りはいるけれど人の香りはいない。ナンバーワンにならなくてもいい。もともと特別な。そう、いや、かっこよないし話関係ないし、もうええわ。ありがとうございました。